最初は大体、まあ、雲具との戦いで、うん、まあ、その、まあ、冒頭で緑川瑠璃子を救って、はい、まあ、セーフハウスというか、まあ、うんうん、みたいな小屋に戻って、そこで教授から改造されたんだ、はい、まあ、オーグメ、アップデートと言ってましたけど、はい、アップグレードされたっていう経緯を聞かされて、まあ、簡単な状況説明ですよね、はい、本郷猛っていう簡単なキャラクターの、まあ、はい、紹介と、はい、まあ、概要がパパーっとも結構、まあ、あの辺の早口と専門用語は万の節というか、はい、っていう感じでバーって入っていった後に、はい、まあ、クモオーグのサイトの襲撃にいて、うんうん、緑川博士の殺害から、はい、あの緑川瑠璃子の、はい、あの誘拐というか、まあ、奪還が来てからの、まあ、はい、本郷猛の、まあ、奪還にかけての、うんうん、入って、まあ、変身が入ってくる、うん、で、あの、まあ、変身シーンを挟んでからの、はい、まあ、クモーグとの戦闘に入ってくるというのが、まあ、大体最初の前半ですよね、はい、あ、なるほどなるほど、その辺のシーンの一連の流れとしてはどういった動画ですか？そうですね、まあ、クモーグ編に関して言うんであれば、もう本当に一話のオマージュにあふれてたなという感じはしますね、はい、まあ、あの、まあ、見てる方なら分かるかなと思うんですけど、はい、まあ、主にそのクモーグとの戦った場所は高知川ダムって言って、あの、まあ、はい、あの第1話で本当に使われるロケ地と同じ場所でやっていたの で、えー、で特にその戦闘員との構図とか、もうほぼかなりあの、まあ、安野さん自身も言ってますけども、はい、同じ構図になるように何度も撮ってたっていう感じなので、本当にまあ50年の時を経て、あの、まあ、同じシーンが再現されているなっていう風に感じましたね。それはさっき、あの、先ほど の、 そのいわゆる最初の仮面ライダーの登場シーンの構図が、あの、同じ、まあ、場所は、あれは場所は違うの、あれはなんか、ね、はい、あの、後々その、はい、まあ、ツイッターで公式で公開されたその VFX というか、はい、メイキングを見た時に、あれ多分全部 CG らしいです、はい、あ、そうなんですね。 CG で同じもの作ってたみたいですね、なんか同じロケ地を探したりとか、当時のロケ地行ったってわけじゃなくて、はい、なんか、なんか、あの、うん、多分全部 CG っぽかったですね。あ、 CG なんですね。あれ全部 CG ですよ、あの、あの、なんか生えてる木の位置も一緒でしたらしいですから。そうなんですね。まあ、庵野監督、他のシリーズの話になってしまうんですけど、庵野監督がシン・ゴジラとかシン・ウルトラマンで、はい、まあ、一番そのゴジラが出てきたシーン、ウルトラマンが出てきたシーン、はい、うん、で、まあ、でその初めてその、まあ、はい、ゴジラが初代ゴジラを見た時に、ウルトラマンならウルトラマンを見た時 の、 その、はい、最初の体験を再体現しようっていう意図があるみたいなことを分析されてたりとか、まあ、研究されてた時があると思うんですけど、まあ、仮面ライダーもそういう意図があったのかなと僕はちょっと思いますね。だからそのあえてその1話の戦闘シーン、あの、にロケ地も含めて構図も込めて込めることで、最初に仮面ライダーを見たっていうことを、どうことを追体験できるような演出もあったんじゃないかなと僕はちょっと今思ってますね。あ、なるほどね、わかりました、ありがとうございます、はい、では、ストーリー的にはさっきクモーグのところで、その後はコウモリオーグですかね。そうですね、コウモリオーグ、編に入っていきます。この辺はどういった。そうですね、まずサプライズゲストに驚きましたね。まあね、あの、まあ、もうネタバレ込みということでお話ししていいんでしょうかね。はい、あ、大丈夫です、もう、はい、あの、まあ、なのでいきなり開けてそのセーフハウスについて竹野内豊政府の、はい、あのと斉藤匠という、まあ、家臣シリーズ の、うん、あの先輩がキャストが出てくるっていうところで、まずそこに初見ではかなりびっくりしましたね。まあ、これは正直、あの、竹野内豊に関してはあのシン・ウルトラマンでもう、まあ、出ていたので、まあ、大方予想されてる方が公開前多かった気がするんですけども、なんでそんなにその出ること自体は僕は正直驚かなかったんですが、要は役柄と、あとその、まあ、占める割合といいますか、あの、結構重要なところで。そうですね、結構重要ポジションでがっつり主役と絡んでいたんで、うん、はい、驚きました。そうですね、あの、今僕パンフレット見てるんですけど、竹野内豊と斉藤匠でそれぞれあの見開きで、1ページ、すごい、はい、あのコメントもたくさん載ってますしね。一応これ竹野内豊の役柄、役名、政府の男っていうのはシン・ウルトラマンの時と同じ。あ、ですね、はい、で、斉藤匠に関しましては情報機関の男っていうことで、まあ、後々このストーリーの、一番最後にですね、まあ、それぞれの名前が分かされるんですけど、まあ、これも先に言っちゃってもまあ大丈夫かと思うので、まあ、政府の男は、立花、はい、これ立花東米。そうですね、昭和シリーズで仮面ライダー、はい、歴代ライダーを支えてきた小林明治さんが演じてた、はい、
タジャン東米の、はい、インダーのオマージュだと、はい、いうことだったので、まあ、最後に聞いてちょっともう、はい、オールドファンというか、はい、おおとテンションが上がったところではありました。はい、で情報機関のとこが滝ですね。はい、僕はちょっとあの存じてなかったんですけど、これも最初の仮面ライダー。そうですね、最初の仮面ライダーの時には、はい、あの、まあまあ、裏話を言ってしまうと、はい、藤岡弘、まあ、ちょっと藤岡、あの主役の藤岡弘さんが怪我をされたっていうのはちょっと有名な話だと思うんですけど、はい、まあ、怪我をされて、はい、あの、まあ、撮影ができなくなってしまった、はい、でそれがきっかけに2号ライダーが生まれたっていう話があるんですけど、まあ、2号が出てくるまでの数話を埋める、はい、ための主役として確か滝っていうキャラクター、はい、準主役という感じで登場したんですよね。で、はい、で登場してからは仮面ライダーの、まあ、FBI 捜査官として、はい、の仮面ライダーの相棒として、はい、まあ、一般人よりも強いけど仮面ライダーにはかな、はい、とか怪人にはかなわないっていう結構いい役で、はい、で演じた方も千葉真一さんの弟さんっていうことで、はい、千葉二郎さんでしたかね、名前はちょっと忘れちゃったんですけど、だったんです、結構アクションができる方だったの で、ね、かなりあの派手なアクションをやっていた、あのなんでオールドファンには人気のキャラクターですね。あ、そうなんですね。だったんで、そこが拾ってもらえてちょっと嬉しかったなと思います、ね、素晴らしい知識量ですね。でまあ、ただちょっと気になるのがパンフレットではその要はあのその役名としては書かれていないんですよね。あくまで政府の男、情報機関の男っていうクレジットになってるんですよね。クレジットですね。はい、でまあ滝野内豊に関しましては、まあ、いわゆるシン・ゴジラの赤坂さんからのこの流れで来ておりまして、まあ、見た目的には、まあ、今回ひげは生やしておりますけど、まあ、ほぼ、キャラとしては同等のキャラということを斎藤工がびっくりしましたね。そうですね、驚きましたね。いや前作は、まあ、前作というか、まあ、シリーズとしてカウントしていいのかちょっと分かんないんですけど、まあ、新シリーズの前作主役がこんなにポンと出てきちゃっていいのかなって感じだった。そうですね、まあ、ちょっと思いましたけどね。では、コウモリオーグのところ、まあ、まだ具体的に聞いてなかったですけど、あ、コウモリオーグはやっぱり、まあ、そうですね、まあアクション面というよりもやっぱり、はい、まあ、本郷猛がやっぱり、はい、あの戦うことを決意する、はい、やっぱりあのちょっとまあこうあのまあ蜘蛛王のところにもちょっと戻ってしまうんですけども、はい、まあ、やっぱり衝撃だったのがやっぱりあの、はい、まあ、あの暴力シーンですよね。流血が結構あったりしたので、はい、かなり結構攻めた暴力をしてたので、暴力、はい、力を強く振るうっていうこと、相手はやっぱ死んでしまうほどの暴力を振るうっていうことのやっぱり葛藤がやっぱりあのホームの用具編で描かれていて、言ってましたよね。そこをやっぱりまあ最初をやっぱり決意する本郷で、まあホームの用具を倒した後に彼はあの自分の人を救いたいっていう、もう自分の心を信じるっていう、その震えあの辛い思いを抱きながら戦う、あのそれでも誰かのために自分のが戦える力を持っているならばっていうのは結構僕はキュンとくるというか好きでしたね。やっぱりそこなんですよね、はい、他にあの望んでない力、まあ、今回の本郷は、まあ、はい、望んでたんだよって言われてましたけど、はい、まあ、あの想像以上の力、人を超えた力を与えられた時に、うん、それを、まあ、他人のためにあの使う、はい、力に溺れず愛で制御して使うってとはちょっと仮面ライダーの一つのテーマかなと思ってたので、あ、そこをやっぱり本郷猛の優しさっていうキャラクター税制で持ってっているのは、うん、あの良かったかなと思って見てましたね。ああ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。あとコウモリオーグ編で言うと、はい、あのアクションの面で言うなら、あのサイクロン号の変形はちょっとびっくりしましたね、はい、あ、はいはい、結構あの、はい、あそこまでがっつり CG でサイクロン号は変形して、はい、あの空中にバーンとでかいジャンプをかますんですけど、はい、あんなに変形に力を入れるのかと思って、はい、あの初見驚いた感じですね。まさに仮面ライダーの相棒としてふさわしいスープですし、まあ、スーパー、うん、まあまあ、ちょっと、まあ、こんだけデジタル化したんだけどスーパーバイクっていうのがちょっと陳腐な言葉に聞こえてきますけど、はい、うん、まあ、そういうことに何にたがわないというかふさわしい、はい、演出だったのかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。